刀剣乱舞始まりですよ。今日は何するんですか、主君。そんなに撫でたら背が縮んじゃう。縮みません。というわけで皆さん、こんにちは、私です。今日もニコニコ楽しくトゥーラブということでですね、今日もやっていきたいと思いますよ。刀剣乱舞実況絵巻第5話ということでですね、まずは前回検証していた、あれなんですよ、刀装、弓、刀石、鉄砲なんですけれども、これは多分装備している分の回数というか攻撃しているっぽいですね。で、多分鉄砲とか陶石、弓で区分は特にないと思うんですけれどもね。で、その回数分って言ったんですけど、これがね、なんかランダムっぽい。ランダム。ねえ。ランダムというのはですね、1体に2回攻撃してたり、1体1体で、なんていうのかな、別々に攻撃したりとかっていう時もあるので、なんか安定しないですね。なんてこったい。ランダム。ねえ、そんな感じがする。で、刀の種類によってね、この弓兵に弱いとか、陶石兵に強いとか、そういうのがあるかどうかっていうのもちょっとよくわからなかった。単純に火力があれば押せる気がする。気がしないでもない。ちょっといまいちですね、わからないですね。とりあえず別、装備してる分攻撃してるっぽくてですね、別々の敵に攻撃したり、一体の敵に集中攻撃したりすることがあるっぽいので、多分後半のステージに行ってですね、こういうねガチガチ編成の、大太刀たちの方々のね装備が一発で吹っ飛ぶ時があるのは、多分一度に集中が攻撃し攻撃がし集中が攻撃した時でなんだよ、攻撃が集中した時に装備が吹っ飛んでるんだと思われますよ。で、なんだろう、そのステージの平均レベルがある程度達するとですね、平均レベルがある程度達すると突然削られにくくなってくるのを体感で感じたので、多分平均レベルが上がってくるとだんだん削られにくくなるんでしょうね。それだけかよ。ねえ、ちょっとずつね貯めてるんですけどもね、資源がたまらないね。最近精鋭兵を作ってるのであまり手に入りません。さて、今日もニコニコ小ぎつね丸チャレンジのお時間だよ。さあ、今日も元気にレア立ちレシピを回していこうね。550だったかな。てんや、1時間半。なーに、まだもう一個あるさ。あれでもな、資源微妙だな。今ですね、私の進歩状況としてはですね、出陣してくるね、行ってきます。今5の2、5の1までクリアしてですね、5の2で止まってるんですけど、この5の2がですね地獄。これから行こうと思ってる方、延々ここでハマります。現に私ハマってるもんね、ここでね。で、なんだ、任務終わったって。あ、任務やってないのがあった。ねえ、さっきの5の2でね永遠止まっててですね、
前回にやった4話の時の蛍丸さんのレベル36だったと思うんですけど、46まで上がりました。 5の2にはまりすぎて、これはねえよな正直。全然だってサイコロがいかないものね。えそんな感じでもう停滞状態でございます。はい、本当にびっくりだよねえ。というわけで、今回は特に出撃とかはないんですけども、ちょっと強に回しててね、こんなことになってしまったので、最後に内番絵を見て終わろうと思います。誰の内番絵を見たいかな。ドウタヌキ5個体とか見てないね。5個体とミナレさん見て終わろうかね。みだれさんと五個体でいこう。最近五個体すごい人気ありますよね。ねえ、だんだんなんかこう人気出てきた、あの刀剣男子がね、増えてきていいと思うよ。今剣もうちょっとね人気が出てもいいと思うんですけどもね。どうですか今剣、皆さん嫌いじゃないですか。好きですか、好きですか、好きですよね。というわけで最後にみなれくんとですね五個体の当番を見て終わろうと思います。ドン。ちなみにこの読み方は分からなかった。調べても。こんなの手に豆ができちゃうよ。ウィンドウでよく見えないと思うんですけどね。スパッツ開いてますよなんだこれ。僕、畑仕事には才能があると思うんですよね。それ畑仕事する格好じゃないじゃんねえ。なんか虎を退けたって言われに虎と友達っぽいっすよね。ねえというわけで、第5話ここで終了していきたいと思います。次回も、ご期待ください。なんか今日グダグダ回だな現状報告的なものになりましたけども、また次回ご期待ください。それではまた。